マリオン軍はアメリカ合衆国アラバマ州の北西部に位置しミシシッピ州に接する軍である。面積は743平方マイルある。2010年国勢調査での人口は3万776人であり、2000年の3万1214人から1.4%減少した。軍庁所在地はハミルトン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 軍内の重要な町はブリリアント、グイン、ハックルバーグ、ハミルトン、ウィンフィールドである。マリオン軍は基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍だが、グイン、ハミルトン、ウィンフィールド各市のように販売が認められるウェット市が軍内にある。マリオン軍は1818 18年2月13日にアラバマ巡州議会の法によって設立された。名は サウスカロライナ出身で、アメリカ独立戦争の将軍フランシス・マリオンに、ちなんで名付けられた。軍庁所在地は1820年にパイクビルとされ、1881年に現在のハミルトンに移された。マリオン軍の領域から州内、ファイエット軍、ラマー軍、ウォーカー軍、ウィンストン軍各軍の全域と、ミシシッピ州、イターンバ軍、ラウンズ軍、 モンロー軍各軍の一部が作られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は743.57平方マイルであり、このうち陸地741.41平方マイル、水域は2.16平方マイルで、水域率は0.29%である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍内でマリオン軍とウィンフィールド市の2つの公共教育学区とベビル州立コミュニティカレッジハミルトンキャンパスが運営されている。マリオン軍公共教育学区には小学校4校、中学校1校、小学、高校1校、高校3校がある。ウィンフィールド市教育学区には小学校、中学校、高校各1校がある。 ハミルトン軍庁舎は1887年に火事で焼けた。この日より前に発行された新聞すべては軍庁舎が保存場所になっていたので、この火事で失われた。この火事以降に発行された新聞は以下の通りである。ありがとうございます。